江戸川乱歩、大近海、その3。その翌日の夕方までは何事もなく過ぎ去りました。三度の食事は昨日小林くんを牢に入れたあのおしゃべりの部下の男が運んでくれましたが、その度に冗談を言ってからかうので、小林くんの方でも相手になって物を言うようになり、だんだん心安くなっていくのでした。 夕方六時頃になりますと、やっぱり同じ男が、夕ご飯のお盆を持って、鉄格子の外へやってきました。さあ、坊や、ごちそうだ。ゆっくり食べるがいい。男は持っている鍵で、鉄格子の戸を開き、お盆を中に入れると、またすぐ戸を閉めて、鍵をかけてしまいました。へへへ、変な顔してるね。退屈かい童話の本でもあるといいんだが、 ここにはあいにくそんなものが置いてないんでね。まあ、ご馳走だけで我慢するんだね。男は相変わらずおしゃべりです。小林くんはべローを抜け出したとも知らないで、威張っている男の顔を見るたびにおかしくて仕方がありませんでした。それに、夕べこの男は5人の部下の中で一番大きな息をかいて正体もなく眠っていたのです。それを思い出すと小林くんは吹き出しそうになるのでした。 でも、賊は、小林くんが明智探偵の少年助手だなんて夢にも知らず、宮瀬藤尾くんだとばかり思い込んでいるものですから、うっかり笑顔なんかできません。怖くて仕方がないというような風をして、おどおどしていなければならないのです。ねえ、おじさん小林くんはおぞおぞと男に声をかけました。今朝から聞こう聞こうと思いながら、あまり慣れ慣れしく見えてもいけないと思って、今まで我慢していたのですが、 もういい自分とそれを言い出すつもりなのです。んなんだい何か欲しいものでもあるのかいそれなら遠慮なく言うがいいぜ。お前は大事なお客様だから、何でも言うままにしてやれって、狩猟の言いつけだからね。男はニヤニヤ笑いながらヒゲムジャの顔を鉄格子にくっつけるようにして言うのです。あのね、おじさん。狩猟って一体誰なのどんな人なの小林君は何気なく尋ねました。 怖いおじさんさ。<laughs> 実は言うとね、俺たちも狩猟がどんな人だかよくは知らないのだよ。一度も顔を見たことがないんだからね。<laughs> だが、いい狩猟だ。怒ると怖いけれど仕事をすればちゃんとそれだけのことはしてくださるんだからね。まあ、それでなけりゃ、こんな穴暗住まいなんか一日だって我慢できるもんじゃないよ。小林君がたった一日で見破ってしまった狩猟の正体を、 この男はまだ知らない様子です。悪人でも人の手下になっているような奴は力は強くても頭の働きが鈍いのでしょう。あのね、おじさん、この地下室の入り口は一つしかないんだろう小林君はだんだん大胆になってまた別のことを尋ねてみました。うん、一つしかない。お前の連れられてきた入り口一つっきりだよ。そこには番人がいるんだろうね。<laughs> こいつ変なこと聞き出したな。お前、牢破りをして逃げ出すつもりかいはっはっは。ダメダメ。無論、万人がいるよ。地下室の入り口には、昼でも夜でも、怖いおじさんが大きな銘を向いて頑張っているんだ。お前が逃げ出そうとでもしたら、その万人にひどい銘に遭うぜ。そんなつまらないことは考えるんじゃない第一、逃げ出そうと言ったって、 その鉄格子がお前なんかの力で破れるものかねはあ、はあはあ、男は何も知らないでさもおかしそうに笑いました。小林くんは昨夜この鉄格子を開いてちゃーんと抜け出しているのです。明智先生の発明された万能鍵を持っているので、どんな城前だってやすやすと開くことができるのです。それを知らないで男が安心しきって笑っているのを見ると、こちらこそ吹き出したくなるのでした。おじさん 狩猟っていう人、いつでもここにいるのかい時々外へ出かけることもあるの小林くんは今度はさも何気ない風で一番聞きたいことを尋ねました。そりゃお出かけになるさ。狩猟はここに一日いることなんて滅多にないんだよ。いろいろな仕事があってね、とても忙しい体なんだ。今夜も大事な要件があって、あるところへ出かけるんだよ。やっぱりあんな覆面のまま出かけるのかい <laughs> お前いろんなこと聞くんだね。いくら夜だって覆面のまま外へ出ては帰って人に怪しまれるじゃないか。無論、当たり前の身なりに帰って出かけるんだよ。じゃあ、その時おじさんたち、狩猟の顔が見られるじゃないか。どうして狩猟の顔を知らないなんて言うのフ、うん、ところが見られないんだよ。狩猟は魔法使いなんだ。俺たちのちっとも知らないうちに。 どこかへ出かけたかと思うと、いつの間にかまたちゃんと帰っているんだ。狩猟は変装の名人でね、いつもまるで違った身なりをして出かけるということだが、俺たちはその姿を一度も見たことがないんだ。変だね。じゃあ、どっかに秘密の出入り口があるんじゃないの狩猟はそこからこっそり出入りしてるんじゃないの小林君は、その秘密の出入り口もちゃんと知っているのに、 わざとししらぬふりをして聞き返しまんしうん、うん、まあ俺たちもそうじゃないかと思ってるんだ。だがそれがどこにあるか少しもわからないのだ。どう考えても狩猟は魔法使いだよ。俺たちはまた狩猟のそういう不思議な力にすっかり参っているんだがね。男は相手を子供と侮って日頃思っていることを何もかも打ち明けてしまうのでした。じゃあ狩猟は今夜は留守なんだね。 小林くんは何よりもそれが確かめたいのです。うん、留守だ。お帰りは夜中になるだろう。いつもそうだからね。小林くんはそれを聞いてうまいぞと思いました。暗号文を取り返すのには、狩猟の留守の時を待つほかはないが、それには2、3日ローズマイをしなければなるまいと覚悟していたのに、その機会がこんなに早くやってこようとは何という幸せでしょう。いよいよ今夜逃げ出せるのかと思うともう嬉しくて仕方がありません。 男はなおもいろいろ冗談を言って小林くんをからかっていましたが小林くんが黙り込んでしまったのでつまらなそうにおしゃべりをやめてどこかへ立ち去ってしまいました。さあいよいよ今夜は大仕事だぞうんとお腹をこしらえておかなくっちゃ小林くんは男の運んでくれた夕ご飯をおいしそうに食べ始めましたなかなかごちそうです大きなチキンのフライにトマトがどっさりついていてご飯がお皿に山盛りそれに 紅茶まで添えてあるのです。小林君はそのご思想を瞬く間にすっかり平らげてしまいました。狩猟の帰りは夜中だと言っていたから、多分十12時ごろなんだろう。それまでに仕事を済まさなければならない。しかしあまり早くても部下の奴らがその辺をうろうろしているだろうから、10時半ごろまで待つことにしよう。小林君はそう考えて腕時計を見ますと、まだ7時前でした。3時間半も待たなければならないのです。 ああ、その間の待ち遠しさ。何度時計を見ても、針が同じところにあるような気がするのです。でもやっと、その長い長い3時間半が過ぎ去って、10時半が来ました。さあ、いよいよ始めるんだ。小林、しっかりやるんだぞ。ヘマをやって、明智先生のお名前を怪我すんじゃないぞ。小林君は、我と我が名を呼びかけて、心を励ますのでした。 牢の鉄格子の戸を開くのはもうゆうべ経験済みですからわけはありません。霊の針金を曲げたような形の万能鍵を取り出して、錠前を外し、難なく牢の外へ出ました。それから、薄暗い廊下を耳を澄まして足音を忍ばせながら、狩猟の部屋の方へたどっていきました。その途中には、霊の部下たちの寝室があるのですから、その前はことに気をつけて通らなければなりません。 抜き足、差し足、その寝室のドアに近づいていきますと、中では部下の奴らが何か大声に話し合って笑っているのが漏れ聞こえてきました。この分なら大丈夫と胸を撫で下ろして、そのドアの前を通り過ぎ、いよいよ狩猟の部屋へ入っていきました。それからの秘密の通路は前に記した通りですから、ここには繰り返しませんが、小林くんはやはり夕べとそっくりの順序で、地上の建物の あの美しい女狩猟の寝室へ忍び込みました。思った通り、その寝室は空っぽでした。あの立派なベッドの上には真っ白な絹の切れが被せてあって、死は一つ寄っていません。部屋全体がきちんと片付いていて、ただ、ほのかに香水の匂いが漂っているばかりです。小林くんはその部屋に入ると、 脇目も振らず、つかつかっと例の兄弟の前に近づき、その上に乗せてあるたくさんの化粧品の瓶の中から、ゆうべ女資料が手に取ったあのクリームの壺を探し出して、その蓋を開くと、いっぱい詰まっている白いクリームの中へいきなり指を突っ込みました。おやおや小林君は木でも違ったのでしょうか真夜中族の寝室に忍び込んで、男のくせにお化粧をするつもりなのでしょうかいや、そうではありません。 ご覧なさい。小林くんはクリームの中から何か小さなパラフィン紙の隅をつまみ出したではありませんか。そのパラフィン紙を丁寧に開きますと、中から一枚の古びた日本紙が出てきました。あ、これだ小林くんは嬉しさに顔を赤くしました。その日本紙の切れっぱしこそ、大事な大事な宮瀬家の暗号文だったのです。 一億円の大金塊の隠し場所を記した暗号文だったのです。ああ、なんという奇抜な隠し場所でしょう。あの大切な暗号を化粧品の壺の中へ無造作に突っ込んでおくなんて、実にうまい思いつきではありませんか。小林くんはポケットから手帳を出して暗号文を大事そうにその中に挟み、それから手帳の紙を一枚破って、それに鉛筆で何か手紙のようなものを書き、 手帳は内ポケットへ、手紙の紙は外のポケットを入れました。そして、クリームの表面を元のように平らにして蓋を閉め、元の場所に置いて、そのままカーテンの後ろの暗い小部屋へ戻りました。読者諸君もご存知の通り、この部屋には、俗の狩猟の覆面と、ルパシカという洋服が欠けてあるのです。小林君は何を思ったのか、それをひとまとめにして小脇に抱え、そのまま、 あのマンホールのような板を上げて、鉄橋号を下りました。鉄橋号を降りきると、例の大きな西洋ダンスの中ですが、小林くんはそのタンスから這い出して、その前で妙なことを始めました。狩猟の寝室の次の間から持ち出してきたルパシカとズボンと洋服の上に着始めたのです。それを着てしまうと今度は、ビロードの覆面を頭からすっぽりと被りましたが、すると、 今まで可愛らしい少年であった小林くんが、たちまちあの恐ろしい狩猟の姿に変わってしまいました。小林くんは都市にしては性の高い方でしたし、俗の狩猟は女のことですから普通の男よりも性が低かったので、ルパシカもズボンもダブダブして困るというようなこともなく、うまい具合に身についています。これが小林くんの妙案だったのです。こうして狩猟に変装して、 万人の前を大手を振って通り過ぎようという思いつきなのです。覆面の怪物になりますと、手にはさっき手帳をちぎった紙を持って、そのまま狩猟の部屋を出ました。そして、薄暗い廊下を地下室の出口の方へ、のこのこと歩き出したのです。出口がどこにあるかはっきりわからないものですから、廊下をぐるぐる回っているうちに、向こうから一人の部下のやつがやってくるのに出会いましたが、 小林くんは平気な顔で、反り返って歩いていきますと、部下の奴は小林くんを、狩猟がいつの間にか帰ってきたものと思い込んで、ペコペコとお辞ぎをするのでした。うまいうまい、これなら大丈夫だぞ。小林くんはすっかり得意になって、いよいよ肩を怒らせながら、のっしのっしと歩いていきました。まもなく地下室の出口が見つかりました。そこには、熱い板戸が閉めてあって、 その前の小部屋に一人の大男が椅子にかけて見張り番をしています。いかにも強そうなやつです。しかし小林くんは平気で、その男の前へ近づいていきました。そして黙って突っ立ったまま、男の鼻の先に手帳の神の畳んだのを差し出し、外出するから遠開けという身振りをしてみせました。番人は留守だと思っていた首領が突然現れたので、ちょっとびっくりしたように見えましたが、 いつもどこから帰ってくるかわからない狩猟のことですから別に深く疑う様子もなくペコペコおじ儀をしながら熱い板戸をギーっと開いてくれました小林くんは閉めたと思いながらそのまま悠ゆ々うゆうと外の暗闇へ出てそこにあるコンクリートの階段を地上へと登っていきます万人はその後を見送って板戸を閉めると元の椅子に戻って今手渡された紙切りを開いてみました 狩領の命令書だとばかり思い込んでいたのです。ところが、その紙切れを薄暗い伝統のそばに近づけて読み下したかと思うと、番人は、あっという驚きの叫び声を立てました。目をまん丸に見開いて口をポカーンと開けて、何が何だかわからないという顔つきです。その紙切れには、次のような痛快な文句がしたためてありました。暗号文はもらって帰ります。 そして、正しい持ち主に返します。いろいろご馳走してくださってありがとう。では、さようなら。明智探偵助手、小林義雄。まんまと俗を欺き、狩猟をびっくりさせるような手紙まで残して、地下室を抜け出した小林少年は、何よりもまず、その地下室の上にはどんな建物が建っているのか、またそこは、 何という町なのかということを確かめなければなりませんでした。なぜといって、小林くんが族のためにこの地下室へ連れられてきた時には、長い椅子の中に閉じ込められていて、全く外を見ることができなかったからです。地下室の階段を駆け上がって辺りを見回しますと、そこはコンクリートの塀に囲まれた庭の中で、地下の真上にあたるところには、古い木造の洋館が建っていました。 コンクリートの塀に沿って走っていきますと、まもなく門のところに出ました。正面の門の扉はぴったり閉まっていましたが、その脇のくぐり戸が開いていたので、小林くんは難な,なく門の外に出ることができました。外に出て、門灯の光で門の柱を見上げますと、そこに出ている表札には、目黒区上目黒六丁目1100今井清という女の名前が書いてありました。 今生きよというのは、あの美しい女狩猟の偽名に違いありません。こんな優しそうな名前で世間の目をごまかして、地下室では覆面をして男になりすまし、大勢の手下を自由に追いつかっているのです。実にうまく考えたものです。あの美しい女の人が大泥棒だなんて誰にだって夢にも思わないでしょうからね。でも小林くんはそんなことを考えている暇もありません。ぐずぐずしていれば、賊の手下が追っかけてくるのですから、 ただ表札の町名番地と名前とを素早く暗記して、そのまま駆け出しました。少し行きますと、道の脇に真っ暗な腹っぱみたいなところがありましたので、小林くんはそこへ駆け込んで、暗闇の中で変装の覆面を取り、ルパシカを脱いで、元の服の少年姿になりました。そして、覆面とルパシカとは小さく丸めて、小脇に抱え、賑やかな表通りの方へ急ぎました。 何にしても早くこのことを明智先生にお知らせしなければならない。先生きっと心配していらっしゃるだろうからな。あ、ちょうどいい。あそこに公衆電話があるから、帰る前に電話でお知らせしておこう。小林君はとっさに思いついて、その街角にあった公衆電話へ飛び込みました。ああ、小林君か。どこからかけているんだえ、うまく逃げ出したって暗号も手に入れた それは偉い。さすがに君だ。君ならきっとうまくやるだろうと思ったが、しかし心配していたよ。よかったよかった。電話の向こうから明智先生の声が慌ただしく聞こえてきました。小林君は賊の狩猟が女であること、今井清という名前で上目黒の洋館に住んでいることなどを手短に知らせた後で、女資料に当てて手紙を残してきたことを言いますと、明智探偵は心配そうな声で、 君、その手紙に自分の名を書きやしなかったかいと尋ねました。ええ、書きました。明智探偵の助手の小林って書きました。あいつらが僕を藤尾君と思い込んでいるので、びっくりさせてやろうと思ったのです。しまった。そいつはまずかったね。君にも似合わない、つまらない真似をしたじゃないか。えどうしてですか小林君は不服らしく聞き返しました。 どうしてって、分かりきっているじゃないか。君が僕の助手と別かれば、賊は用心をするに決まっている。逃げ出してしまうかもしれない。せっかく隠れ家がわかったのに、逃げ出してしまっちゃ何にもならないじゃないか。小林君はそれを聞いてハッとしました。いかにも大失策でした。暗号を取り戻したことだって、族に知らせる必要は少しもなかったのです。ただこっそり逃げ出しさえすればよかったのです。 なんだか俗に言張ってやりたいような気がして、手紙なんか書いたのは大変な失敗でした。先生、僕、うっかりしていました。どうしたらいいでしょう小林君は先生に申し訳ない気持ちがいっぱいで、もう泣き出しそうな声になっていました。その女資料は、君が逃げ出す時にはまだ帰っていなかったんだね。ええ、そうです。じゃあ、まだ間に合うかもしれない。 僕はこれからすぐ、警視庁へ電話をかけて、中村君に犯人逮捕の手はずをしてもらっておくから、君は急いで帰ってくれたまえ。中村君というのは、警視庁の捜査係長で、明智探偵とはごく親しい間柄なのです。小林くんは先生に叱られてがっかりしてしまいましたが、でも自分の不注意ですから仕方がありません。二度とこんな失敗は繰り返さないようにしようと、固く心に誓って公衆電話を出ました。もう11時半でしたが、 大通りにはまだ人通りがあり、タクシーも通っていましたので、それを呼び止めて、明石探偵事務所へ急ぎました。先生、とんだ失策をしてしまって申し訳ありません。小林君は明石先生の書斎に入ると、真っ先にお詫びをしました。なに、そんなに謝ることはないよ。たとえ俗に握られたとしても、君は暗号を手に入れたという大手柄を立てているんだからね。さっきは僕の言い方が少し強すぎたようだ。 気にしないでもいいんだよ。やっぱりいつもの優しい先生でした。小林くんは先生のニコニコ顔を見てほっとしましたが、そんなに優しく言われますといよいよ自分の失策が恥ずかしくなるのでした。これが暗号です。化粧台のクリームの粒の中に隠してあったのです。小林くんは内ポケットの手帳の中から暗号の紙切りを出して先生に手渡し、それを手に入れた順序を報告しました。うん。 よくやったね。たった一晩で秘密の通路を見つけ出し、族の正体を見破り、クリーム壺の隠し場所まで気がつくなんて、君でなければできない芸当だよ。ありがとう。ありがとう。明智探偵は小林君の肩に両手を乗せて、さも親しげにお礼を言うのでした。小林君はそれを聞いてなんだか目の奥が熱くなるような気がしました。そして心の中で、この先生のためなら命を捨てたって構わないと思うのでした。 暗号の研究は後でゆっくりとすることにしよう。明智探偵は暗号文の紙を書斎の秘密の金庫の中にしまいました。君が暗号を取り戻したことは今宮瀬さんに電話で報告しておいたよ。宮瀬さんも大変喜んでおられた。それから中村警部に電話したが夜中だけれどもそういう大事件ならばすぐに部下の者を連れて賊の逮捕に向かうからということだった。ちょうどここは上目黒への通り道だから 中村くんたちはここへ立ち寄ることになっている。じゃあ、僕がご案内しましょうかうん、そうしてくれたまえ。無論、僕も一緒に行くよ。だが、族が逃げ出した後でなければいいがなそうしているところへ、表に自動車の止まることがして、中村捜査係長の一行が到着しました。係長の他に7名の刑事が2台の自動車に乗ってやってきたのです。物々しい取物人です。明智探偵と小林少年とは、 前の方の自動車に乗って案内役を務めることになり、荷台の自動車はそのまま深夜の町を上目黒を目指して恐ろしいスピードで走り出しました。上目黒に着きますと、一堂は俗の住みかの100メートルほど手前で自動車を降り、暗い町を離れ離れになって例の洋館へと近づいていきました。あらかじめ自動車の中で打ち合わせをして、中村捜査係長と明智探偵とは表玄関から、 小林少年は5名の刑事の案内をして、地下室から賊の住処に踏み込むことになり、残りの2名の刑事は、洋館の表門と裏門に見張り番を務める手はずになっていました。小林君は刑事たちの先に立って、用心しながら、例の階段から地下室へ降りていきましたが、入り口の王道は開けっぱなしになっていて、どこへ行ったのか番人の姿も見えません。変だなぁ、と思いながら、だんだん奥へ入っていき、 5人ののの部下の寝室の前ままでたたどり着きましたすると、その部屋のドアも開けっぱなしになっていて、ベッドは皆空っぽなのです。なんだか引っ越しでもした後のように、がらーんとした感じです。誰もいないようですね。刑事の一人が小林君を責めるようにささやきました。ええ、逃げてしまったのかもしれません。でも、ともかく狩猟の部屋まで行ってみましょう。狩猟は外出していたのだから、ひょっとしたらまだ帰っていないかもしれません。 そうすれば待ち構えていて捕らえることができるのですから。小林くんは刑事たちをなだめるように囁き返して、いよいよ例の秘密の通路のある部屋へ入っていきました。真っ暗な抜け穴の鉄格子を小林くんを先頭に5人の刑事がそろそろよじ登って、やがて例のマンホールのような穴から地上の建物に抜け出しました。いよいよ狩猟の寝室です。 境の厚いカーテンを細めに開けてそーっと覗いてみますと、あ、いるいる。あの美しい女資料は何も知らないでベッドの上に眠っているではありませんか。するとちょうどその時、向こう側のドアが静かに開いて、誰かが狩料の寝室へ忍び込んでくるのが見えました。おやと思って見つめていますと、ドアがすっかり開いて、そこに現れたのは他でもない、明智探偵と中村係長の姿でした。 二人は部屋に入るとすぐベッドの女の人を見つけてハッとしたように立ち止まりましたが、とっさに、これが女資料だなと、悟った様子でお互いに目で合図をして、つかつかとベッドの方へ進み寄りました。それと見た小林くんは、もう隠れている時でないと思いましたので、屋庭にカーテンを開いて部屋の中に飛び込んでいきました。つまり、向こうの入り口から入った中村係長と明石探偵、こちらのカーテンから飛び出していった小林くんと五人の刑事とが、両方からベッドに近づいていったのです。 さすがの女族も、もう、のつきです。両方の出口を塞がれてしまった上に、こちらは総勢8人。相手はか弱い女一人なのですから、どうしたって逃れることはできません。高井翔が目くばせしますと、一人の刑事が勢い込んでベッドに突き進んでいきました。女はまだ身動きもしません。起きているのか眠っているのか、目を塞いだままです。刑事はいきなり女族に組みついていきました。そして寝巻き姿の女を抱き上げたかと思うと、おやと言って、 いきなりそれを床の上へ放り出してしまいました。女族はカターンという妙な音を立てて、そこに横たわったまま、まるで死人のように身動きもしません。人形ですこれ人形です人々は刑事の声に驚いて、女の形をしたものに近づいてその顔を覗き込みました。それは生きた人間ではなくて、女狩領の根巻きを着せられた老人形でした。 その細工があまりよくできているので、誰も人形とは気づかなかったのです。やっぱり、賊は小林君の手紙によって、何もかも悟ってしまったのです。そして、明智探偵がここへ来ることを察して、こんな人形を身代わりに寝かせておき、名探偵をあっと言わせるつもりだったのです。なんという素早い悪賢いやつでしょう。おや、人形がなんだか髪切りを握ってますよ。刑事が人形の手に挟んであった一枚の紙を取って、 アケチ探偵に手渡しました。それは、女資料からアケチに宛てた手紙だったのです。小林君がしたように女族も負けないで置き手紙を残していったのです。それは、次のような薄気味の悪い手紙でした。アケチさん、今度は私の負けです。あなたはいい少年助手をお持ちですね。私は一時この家を捨てて立ち退きますが、 決して宮瀬家の近海を諦めるわけではありません。必ず手に入れてお目にかけます。私には最後の手段が残っているのです。それがどんな手段だか、一つあなたの知恵で当ててご覧なさいませんかその翌朝、秋智探偵は預かっていた藤尾君を連れて宮瀬家を訪ねました。 主人の宮瀬孝道氏は暗号文の半分が手に入ったという知らせを受けていましたので、待ちかねていて明智を応接室に通しました。明智は小林くんが藤尾少年の身代わりとなって、俗の住処に連れられて行ってから後の出来事を詳しく報告しました。そういうわけで、小林くんが藤尾くんの替え玉だということも族の方へ分かってしまいましたので、いつまでも私の家にお預かりしておくのもなんですから、今日は藤尾くんをお連れしてきたのです。 これからは警察の方で十分藤尾君のことを気をつけてくれるはずです。当分、お宅の付近に刑事の見張りをつけるということでした。いやいろいろお手数でした。藤尾のことは私の方でも所星の人数を増して気をつけることにします。で、暗号はお持ちくださいましたでしょうか宮瀬氏は何よりも暗号の半分が気にかかるのでした。持ってきました。これです。 明智はポケットからその紙切れを取り出してテーブルの上に置きました。宮瀬氏は急いでそれを手に取り、二三度読み返しましたが、さっぱり訳がわからないらしく小首をかしげて、うーん、どうもわかりませんな。これは一体何のことでしょうと、明智の顔を見るのでした。私もまだよくはわかりません。一つそれをあなたの指輪の中にはめてある半分の暗号と続けてここへ書いてみましょう。 明智はそう言ってテーブルの上の白紙に筆で次のような形に暗号文を書き取りましたギザギザの線から前の部分が宮瀬氏の指輪の中に隠してある半分ギザギザから後の部分が今度は小林君が取り戻した部分ですへやっぱり分かりませんな一体どう読むんでしょう宮瀬氏がそれを覗き込んでいぶかしげに言いましたたぶんこの初めの方は この間も言ったように「獅子が烏帽子をかぶる時カラスの頭のでしょうね」その後は「ウサギは30」「ネズミは60」「岩戸の奥を探るべし」とでも呼ぶのでしょう続けて読めば「獅子が烏帽子をかぶる時カラスの頭のウサギは30」「ネズミは60」「岩戸の奥を探るべし」となりますうんなんだか動物園へでも言ったようですね それに、カラスの頭のウサギっていうのは一体どんな動物でしょうウサギの胴体にカラスの首がついている化け物でもいるんでしょうかなんだか、魔術師の呪文みたいな感じはしますね。しかしこれを何度も何度も繰り返して読んでいると、少しずつ意味がわかってくるようです。まず一番おしまいの岩戸の奥というのは、どこかに岩が塔のように入り口を塞いでいるホラー穴かなんかがあるんではないでしょうかその洞穴の奥を探せという意味じゃないでしょうか なるほど。そうでしょうね。しかしこの動物どもはさっぱりわかりませんな。うさぎが30匹にネズミが60匹なんて。いや、それもよーく考えればわかるのです。うさぎとネズミには特別の意味があるのですよ。うさぎという字は違う字で書くと、うでしょそれからネズミはねえでしょつまり、両方とも十二子のうちの一つなんです。十二子というのは、 ねえ、牛、虎、う、たつみ、馬、羊、猿、鳥、犬、E の十にで、馬の年とか鳥の年とかいうあの呼び方なのです。うーん、なるほど。そうですね。すると、するとこの二つの動物は方角を示しているのじゃないかと思うのです。あ、そうだ。いかに申し上げる通り、これ方角です。宮瀬氏は何か大発見でもしたように、 嬉しそうな顔になって明智の顔を見るのでした。ウサギは東でしょネズミは北でしょするとこれは東の方へ30、北の方へ60ということになります。読者諸君の家に古い磁石がありましたら、そのメモリをご覧になるとわかります。古い磁石には東西南北のほかに十二支の名で方角が書いてあるはずです。それを見ますと、 東はう,う西は鳥、南は馬、北はねとなっています。では、この三十と六十は長さのことですねそうです。昔のことですから、無論メートルではなく、尺か剣ですが、剣にすると六十剣は百メートル以上ですから、これは少し遠すぎるような気がします。やはり尺でしょう。つまり、 ウーの方角の東の方へ30尺、9.1メートル隔たり、そこからまた、ネーの方角の北の方へ60尺、18.2メートル隔たったところに、この岩の戸があるという意味じゃないかと思います。明智がわけのわからない暗号をスラスラと解いていきますので、宮瀬氏はすっかり感心してしまいました。それじゃあ、この前の方の獅子やカラスはどういう意味なんでしょうか これも、あなたはお分かりになっているのですかええ。大体、検討がついています。明智はニコニコして答えました。これは少し面倒なんです。ただ、考えたのでは分かりません。僕はこの意味を確かめるために、登山家の名簿を送って、方ぼの有名な登山家に電話をかけたり、手紙を出したりして、知恵を借りたのですよ。宮瀬氏は、 登山家と聞いても何のことか少しもわかりませんでした。登山家が烏星をかぶった獅子やカラスの頭を知っているとでも言うのでしょうか。宮瀬氏は明智がこの暗号をどんな風に解いてみせるかと待ち遠しくてたまらないようにじーっと探偵の顔を見つめていました。名探偵はいつものようにニコニコして説明を始めます。ここには動物では獅子とカラスとがあります。それから エボシです。この三つのものが何を意味しているかということを僕はいろいろと考えてみました。暗号の後の方にはさっきも言ったように東へ30尺だとか北へ60尺だとか方角が書いてあるのですから、この獅子やカラスは何かその方角の元になる場所を示すものに違いないのです。僕は多分その場所は山の中だろうと思いました。山の中で獅子だとか カラスだとかいうようなものが何かないかと考えてみました。無論、生きた獅子は日本の山にはいませんし、カラスにしても、生きたカラスではほぼへ飛んでいきますから、目印にはなりません。本当の獅子や本当のカラスではないのです。いろいろと考えているうちに、僕は、ふと、こんなことを思いつきました。山の中を流れている深い谷川の両側などには、よく大きな岩がそびえているのです。そして、 そういう大きな岩には土地の人がいろいろな名を付けていますが、この暗号のエボシやシシはその大岩の名前ではないかと考えたのです。エボシ岩とかシシ岩とかいう名はよく聞くじゃありませんか。きっとその山の中にはエボシのような形をした大岩やシシの頭のような形をした大岩があるのだろうと思います。そう考えてみますと、 このカラスの頭というのもやっぱりカラスの頭に似た形をした岩の中かもしれません。カラス岩なんてあまり聞いたことがありませんが、でも、日本中を探せばどこかにないとは限りません。つまり、どこかの山の中にエボシ岩とシシ岩とカラス岩とが一つところに固まっているような場所を探せばいいのです。エボシ岩とかシシ岩とかがただ一つだけある場所は方ぼにあるでしょうが、 えぼしと、獅子と、カラスと、三つ一塊になっているような山が、二つも三つもあろうとは考えられません。ですから、この三つの岩のあるところを見つけさえすれば、あなたのご先祖が近海を隠された山の名がわかるわけです。明智がここまで説明しますと、宮瀬氏は感じったようにしきりにうなずいて見せて、なるほど、なるほど。いかにもあなたのおっしゃる通りかもしれません。 面白くなってきましたね。で、それからと、先を促すのでした。そこで僕は、山岳会員の名簿を送って、有名な登山家10人ほどに、そういう岩のある山をご存知ないかと、電話や手紙で問い合わせてみたのです。うん。すると宮瀬氏は椅子をガタンと言わせて、前に乗り出しました。ところが、 不思議なことにそういう三つの岩の固まっているような山を誰も知らないのですよ。えそれじゃダメだったのですかいや、山の中にはありませんでしたが、一人の登山家がそういう名の三つの岩のある島を知っていると言って教えてくれたのです。その人は山登りばかりでなく、非常な旅行家で日本の隅から隅まで知っている人です。島ですってそうです。 ところで、宮瀬さん。金塊を隠されたあなたのおじいさんが、東京の方ということはわかっていますが、それよりもっと前のご先祖は、どこの方ですかもしや、三重県の方ではありませんか明智が尋ねますと、宮瀬氏はびっくりしたような顔をして答えました。ええ、そうです。私の先祖は、三重県の南の方から出ているのですよ。どうしてそれがわかりました それじゃあ、いよいよあの島に違いない。三重県の南の方の海に、岩屋島という小さな島があって、その島には、エボシーワ、シシーワ、カラス岩という三つの大きな岩があるのだそうです。大神宮様なる、宇治山田氏などよりも、ずっと南の方に、長島という町があるのですが、そこから船で8キロばかりの荒海の中に、その岩屋島があるのです。 周り4キロ余りの人も住んでいない小さな島だそうです。岩の多い島で、遠くから眺めるとちょうど鬼の面を上向きにして上に浮かべたような形をしているので、その近所の人は鬼ヶ島と呼んでいるようです。そして、その島には昔鬼が住んでいたんだと言って、怖がって両親などでも船を近づけないようにしているということです。あなたのおじいさんは、ご先祖の住んでいた三重県に、 そういう人の近づかない島のあることをご存知だったので、東京から船でそこへ近海を運んで隠されたのではないでしょうか。山の中だなんて思わせておいて、実は海の中に隠されたのではないでしょうか。なるほど。先祖の土地へ宝物を隠すというのはありそうなことですね。あなたはご存知なくても、あなたのお父さんなどは時々は故郷へ行かれたこともあるでしょうし、 岩屋島にそういう三つの岩のあることも知っておられたかもしれません。ですからおじいさんは、この暗号は他のものにはわからなくても、あなたのご一家の方にはよくわかるだろうとお考えになったのではないでしょうか。はあ、そうです。そうに違いありません。秋さん、ありがとう。この難しい暗号がそんなにやすやすと解けようとは夢にも思いませんでした。とにかく私は急にその島へ行ってみたくなりました。 もし、お差し支えなければ、秋市さん、あなたも一緒に行ってくださいませんか宮瀬氏は、何十年という間誰にも解けなかった謎が、明智探偵のおかげで見事に解けたものですから、もう大喜びです。ええ。僕もご一緒に行きたいと思います。岩屋島に隠してあることは大体分かったとしても、まだ暗号がすっかり解けているわけではありませんからね。やはり島へ行って調べてみなければ、本当のことはわからないのです。 宮瀬氏はそれを聞いて、やっと気づいたように眉をしかめました。ああ、そうでした。私はそれをお聞きしたいと思っていたのです。獅子と烏星とカラスが岩の名だということはわかりましたが、その獅子岩が烏星をかぶるということは一体何のことでしょう。それに、蜜の岩はわかっていても、そのどこから東へ三十尺を測るのだか、まるで見当がつかないじゃありませんか。そうですよ。 そこが僕にもまだよくわからないのです。獅子が烏星をかぶった時に、カラス岩の頭から東の方へ30尺はがるというのでしょうが、その獅子が烏星をかぶるというわけが僕にもわかりません。どうしても姉妹って、三つの岩を見なければわからないのです。さすがの名探偵も、烏星をかぶった獅子というのがどんなものだかまるで見当がつきませんでした。ああ、烏星をかぶった獅子。なんだか、 漫画にでもありそうな形ではありませんか。しかしこの突飛な組み合わせには、なんとなく気味の悪いようなところがあります。大きな獅子がエボシをかぶって、荒海の中の無人島にじーっとうずくまっていることを考えると、なんだかゾーッとするではありませんか。そしていよいよ二人は岩屋島へ出かけることに話が決まりましたが、宮瀬氏は気がかりらしくこんなことを言いました。私の留守中に、 族の奴がまた藤尾をひどい目に合わすことはないでしょうか。小林君が身代わりになって暗号を盗み出したり、警察が族の住みかを襲ったりしたのですから、族はその仕返しをしようと待ち構えているに違いありません。そこへ私たちが旅行してしまったら、あいつらはまた藤尾をどうかするのじゃないでしょうか。そうですね。そういうことが起こらないとは言えませんね。どうでしょう。藤尾君も岩屋島へ連れて行ってあげては。そして僕も、 小林くんを連れて行くことにしたら、お友達もあるわけですし。と、明智がうまいことを思いつきました。そこで宮瀬氏は、藤尾くんを応接室に呼び入れて、そのことを話して聞かせますと、藤尾くんはすっかり喜んでしまいました。ええ、僕大丈夫です。小林くんと一緒に、きっとお父さんの手助けをします。鬼ヶ島探検隊って言うんでしょ僕そういう旅行は大好きですよ。ははは。 鬼ヶ島探検隊は良かったね。すると、お前と小林君とが桃太郎って言い訳かいははは。<laughs> よし。それじゃ、連れて行ってあげるとしよう。宮瀬氏も上機嫌で藤尾君を連れて行くことに決めました。藤尾君はずっと学校を休んでいたのに、また続けて休まなければなりませんが、俗にさらわれることを思えば、学校を休むのも仕方がないわけです。そうして鬼ヶ島探検隊員は、 明智と宮瀬氏と小林少年と藤尾くんの4人連れということになったのです。出発はその翌日の夜と決まりました。明智と宮瀬氏は登山服にゲートルをつけステッキを持ち、小林少年と藤尾くんは洋服にやはりゲートルを巻いて4人ともリュックサックを背負い、わざと品川駅から人目につかぬように汽車に乗り込みました。汽車の中で眠って、その明くる日の昼頃には、 三重県の南の端の長島町についていました。それは海岸の漁師町でした。町中に磯臭い匂いが漂って、近くの階段からドドンドドンという波の音が聞こえていました。四人は町にたった一軒の田舎めいた宿屋に入って昼の食事をしたのですが、秋師探偵はその宿の主人を呼んで、いろいろ岩屋島のことを訪ねてみました。はあ あの島は鬼ヶ島と申しまして、ここの名所になっております。お客さん方はよく船で見物においでになります。その鬼ヶ島に、エボシ岩とシシ岩とカラス岩という三つの大きな岩があるそうだね。ええー、ございます。妙な岩でね、一つはエボシにそっくりだし、もう一つはシシの頭にそっくりだし、それからカラス岩と申しますのは、 まるでカラスがくちばしを開いてカーカーと鳴いてるような格好をしております。いかがでございます船を雇って見物なされては、坊ちゃん方はきっとお喜びでございますよ。それじゃあつ船を雇ってください。ことによったら島へ上がってしばらく遊ぶかもしれないから、ば方までかかるつもりで来てくれるように言ってください。明智が言いますと、主人はびっくりしたように目を丸くしました。え、島へお上がりになる おそれは、おやめになった方がようございましょう。獅子岩やカラス岩は船からでもよーく見えます。お分かりになったところで、岩ばっかりの島で別に見るものもありませんし、それに、漁師たちはあの島へ船をつけることを嫌がりますので、と、しきりに止めるのです。漁師が嫌がるというのは、何か訳があるのですか <laughs> なーに、つまらない迷信でございますがね。あの島には昔、 鬼が住んでいたので、その鬼の魂が今でも島の中に残っていて、あの島へ上がったものは恐ろしい目に遭うというのでございます。<laughs> この辺の漁師なんてまるで子供みたいなもので、それをすっかり本気にしているものですから。そういうわけで、船を雇うのはなかなか面倒でしたが、決まりの船賃の3倍のお礼をするからといって、やっと一人の 年寄りの漁師を承知させて、その漁師の持っている発動機のついた和船で岩屋島へ渡してもらうことにしました。海岸に石を積み重ねた小さな桟橋のようなものがあって、4人はそこから船に乗りました。船の真ん中の仕切りにむしろが敷いてあって、4人がそこへ座るといっぱいになってしまうような小さな船でしたが、でも、 船の後ろの方にちゃんと発動機がついていて、漁師のじいさんはローをこぐのではなくて、まるで自動車の運転手のようにその発動機を運転するのでした。ポン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 と激しい音を立てて、船はみるみる海岸を離れていきました。風のない静かな日でしたが、それでも波がないわけではなく、船がブランコに乗ったように気持ちよく揺れるのです。後ろを見ますと、 長島の町がだんだん小さくなっていきます。そして前の方は見渡す限り果てしもない大海原です。遥か向こうの水平線が右の端から左の端へぐーっと弓のように丸くなって見えています。その水平線を見渡していますと地球が丸いものだということがはっきりわかるような気がします。いや、素敵だな。鎌倉の海なんかよりずっといいや。あ、見たまえ小林くん。 あんな遠くを気仙が走っている。まるでおもちゃみたいだね。藤尾君、ほら、下を見てごらん。そこまで見えるようだよ。僕、こんな綺麗な海、見たことがないよ。あら、なんだか大きな魚が泳いでいった、サメかしら。藤尾君と小林少年とは、長い汽車の旅ですっかり仲良しになっていました。二人は船べりに持たれて、青々とした綺麗な水に手を入れて、 手の先から白い波が立つのを面白がって眺めるのでした。二十分ほども走りますと、船は一つの岬を回ってすっかり入り海の外へ出てしまいました。あ、あれだあれだ。ねえ、君、あの島が鬼ヶ島なんだろう藤尾君が真っ先に見つけて漁師のじいさんに尋ねました。そうじゃ、坊ちゃん。あれが鬼ヶ島だよ。いや、そっくりだね。 鬼の面を海に浮かしたようだって本当だね。あれが角、あれが鼻、あれが口、あ、口から牙が出てら藤尾君は夢中になって叫ぶのでした。なるほど。鬼の面だね。これは不思議だ。宮瀬氏も手を額に当てて、遥かの島を眺めながら感じったように言いました。いかにもそれは奇妙なものすごい形の島でした。島の上には少し青い森も見えますが、 大部分は角張った灰色の岩でできていて、その岩が様々な形をしてニョキニョキとそばだっていますので、全体がなんとなく鬼の面のように見えるのです。鬼の面を空に向けて海に浮かべたように見えるのです。いやあ、波がひどくなってきた。藤尾君が船の中に立ってふらふらしながら叫びました。入り海を出たものですからにわかに波が高くなったのです。見れば、 岩屋島の周りにも真っ白な波が鬼の面を噛み砕こうとでもするように絶え間なく襲いかかってきます。船は波が来るたびに、へさきを上げたり下げたりしながら、ポン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 と発動機の音を立てて、勇ましく進んでいきます。船が進むにつれて、鬼の面の岩屋島は、みるみる形を大きくしながらこちらへ近づいてくるのです。君、獅子岩ってどれなの くんが訪ねますと、漁師はもう100メートルほどに近づいた島の上を指さして答えました。獅子岩はまだじゃが、エボシ岩が見える。ほら、あの鬼の角みたいな竹の高い岩がエボシ岩じゃ。言われてみますと、いかにもその岩はエボシという昔の冠とそっくりの形をしています。それからエボシ岩の隣に立ってるの隣に立っている 短い方の角がカラス岩。の、no? カラスがくちばしをあーんと開いているじゃろうが。なるほど、その岩はカラスの頭の形をしています。くちばしのように突き出た岩が二つに分かれて、さもカラスが鳴いているように見えるのです。船と島との間は50メートル、30メートル、20メートルと狭まっていきます。それにつれて、 恐ろしい岩の塊が追っかぶさるように目の前に近づいてきました。お客さん、やっぱりこの島へ上がりなさるのかね漁師のじいさんは、明智探偵と宮瀬氏の顔を見比べながら、なるべくならば、このまま帰ってもらいたいものだと言わぬばかりに声をかけました。無論上がるよ。そのために来たんじゃないか。明智が言いました。 悪いことは言わぬ、やめたらどうですかね。何年というものこの島へは一人も上がったものはないのだからね。この島には鬼の魂がこもっておりますのじゃ。ん、ぼっちゃんなん連れてやがっては、どんなことが起こるかもわからんでの。漁師は島へ着くのを一分でも遅らせたいらしく、船の速力をぐーっと低めて、真面目な顔で意見をするのでした。何、大丈夫だよ。 この子供たちは体は小さいけれど、肝ったまま大きいのだからね。化け物になんかビクビクしやしないよ。とにかく約束した通り島へつけてくれたまえ。明智が厳しい調子で言いますと、爺さんは仕方なく船を島の岸に進めました。岸といっても砂浜なんかがあるわけではなく、トンネルみたいな岩の穴の下をくぐって、岩で囲まれた池のような小さな湾の中へ入りますと、 一方に岩がだんだんになっているところがあって、船はその前に着きました。僕たちはこの島でしばらく遊ぶつもりだから、君はここで待っていてくれてもいいし、ここにいるのが嫌だったら、一度帰って2時間ほどしてから僕たちを迎えに来てくれてもいい。どちらでもいいようにしたまえ。明智が言いますと漁師のおじいさんは、それじゃあ、一度帰ってあとからお迎えに来ますでの。 こんなとこに一人ぼっちでおられるもんじゃない。とつぶやきながら、大急ぎで船の向きを変えて、もっと来た方へ帰ってきました。年寄りのくせに鬼の魂とやらがよくよく怖いのでしょう。あのじいさん、臆病者だね。今にもその辺から化け物でも出るようにビクビクしていたよ。藤尾くんがおかしそうに言いました。僕たちは鬼ヶ島大事の桃太郎なんだから、鬼が出てくれた方が面白いと思っているのにね。 小林くんも合図を打つのでした。それから四人の探検隊は岩の段々を登って、いよいよ鬼ヶ島に上陸しました。岩の切り岸を登ると平地に出ました。そこは岩ではなくて土になっていて、森のように木が生え茂っていましたが、一行は何年という長い間人の通った後もない森の中の落ち葉を踏んで、ぐんぐん エボシ岩の方角へ進んでいきました。森を出離れますと、その向こうはゴツゴツした岩ばかりです。小林少年と藤尾君は手を引き合って、その岩の間を駆け出していきましたが、壁のようになった岩の切れ目のところで、びっくりしたように立ち止まってしまいました。ああれだあれが獅子岩だそうだね、神社に置いてある石の獅子とそっくりだねそれは5メートルほどもある。 獅子の顔でした。逆立った縦紙のようなものもあります。耳らしいものもあります。目のところが大きくくぼんで、その下にガーッと開いた口があります。普通の岩が何千年という間、雨風にさらされていつの間にかこんな形になったのでしょうが、それにしても何という不思議な岩でしょう。本当に獅子の顔です。まるで生きているようです。 そばへ寄ったら、その大きな口でガブーッと食いつきそうに見えるではありませんか。さて、読者諸君。四人の探検隊はいよいよ目的の場所に着いたのです。向こうにはエボシイワとカラスイワとがそびえています。ここにはシシイワが恐ろしい顔をもたげています。一目で三つの岩が見えるのです。しかし、一体この三つの岩のどこから 東へ三十尺測るのでしょう。どの岩もあまり大きくて、その元になるところがどこなのか、まるで検討もつかぬではありませんか。明智探偵は、この謎をどんな風に解くのでしょう。四人はしばらくの間、三つの岩の見事さに近海のことなどすっかり忘れてしまって、ただ見とれているばかりでしたが、やがて、 宮瀬氏がやっと暗号のことを思い出して、明智に話しかけました。見たところ、エボシ岩とシシ岩とは五十メートルも離れているようですが、このシシがどうして、あのエボシを被ることができるんでしょう。暗号には、シシがエボシを被るときとありますが、大地震でも起こらない限り、この二つの岩が重なり合うことなんて、思いも及ばないじゃありませんか。明智さん。 あの暗号、どうお考えになります僕も今それを考えていたところです。あの暗号は、この獅子岩が本当に、あのエボシ岩を被るという意味じゃなくて、何かもっと別のことだと思うのです。もう少し調べてみましょう。さすがの明智探偵にも、それだけがまだわからないのでした。それから四人は、ごつごつした岩の道を歩いて、獅子岩、 エボシ岩、烏岩の順に、一つずつそばへ寄って調べて回りました。近寄ってみますと、三つとも見上げるような大岩で、なんだか恐ろしくなるようでしたが、藤尾君は大喜びで小林少年を誘って岩の上へよじ登って、下にいる二人の大人に、万歳などと叫んで見せたりするのでした。明智探偵はそれらの岩を一つ一つ丹念に調べている様子でしたが、 別に、これという発見もないらしく、四人はまた、元の獅子岩のそばへ戻ってきました。島へ上陸したのは午後三時頃でしたが、岩を見回っているうちに、いつの間にか時間が経って、もう五時を過ぎていました。太陽は西の方の海面に近づいて、だんだん形が大きくなり、赤い色に染まっていくのでした。藤尾少年は、 またしても獅子岩の上によじ登って、一人ではしゃいでいましたが、突然大きな声で叫びました。やあ、素敵素敵。獅子の形があんなに伸びちゃった。小林くんごらん。獅子の頭がもう少しで向こうのエボシ岩に届きそうだよ。僕の影もあんなに長くなっちゃった。ほらほら。叫びながら藤尾くんは獅子岩の上で手を振ってみせましたが、その手の影が、 ずっと向こうの岩の肌に映ってひらひらと動いているのです。藤尾君の言う通り獅子岩の影は今にもボシ岩に届きそうになっています。下に立っている三人は藤尾君に教えられてその影をじーっと見つめていましたが、やがて、明智探偵がはっと何事かを気づいて嬉しそうな声で宮瀬氏に話しかけました。宮瀬さん、わかりました。暗号の謎が解けたのです。 藤尾君のおかげですよ。今の藤尾君の言葉ですっかり謎が解けたのです。え藤尾の言葉で私にはさっぱりわかりませんが。宮瀬氏はびっくりしたように名探偵の顔を見つめました。ご覧なさい。藤尾君に教えられて気がついたのですが、獅子岩の影があんなに伸びて、今にもエボシ岩に届きそうになっているじゃありませんか。もう少し太陽が下がれば、影はもっと伸びて、 ちょうど獅子の頭がエボシ岩の下の方に映るでしょすると、獅子がエボシを被るわけじゃありませんか暗号の意味は、獅子の頭の影がエボシ岩に映って、ちょうどエボシを被ったように見える時ということだったんですよ。なるほど。そうだそうだそうに違いありません。やっぱりその場へ来てみなければわからないものですね。まさか影とは気がつかなかった。不二夫。 お前は大変な手柄を与えたんだよ。お前が何気なく言った言葉から、明石先生が暗号を解いてくださったのだよ。宮瀬氏は嬉し紛れに岩の上の藤尾君に大声で呼びかけるのでした。もう少しです。もう少し待てば、獅子が烏星をかぶった形になります。ちょうどその時にあのカラス岩の頭の影がどの辺に刺しているか、それを見定めなければなりません。 その頭の影の頂上から東へ30尺測り、それから北へ60尺測ればいいのです。そこに塔のようになった岩があるわけです。行っているうちに太陽はみるみる西の水平線に近づいて、獅子岩の影はだんだん伸びていきます。さあみんな、あのエボシ岩の前へ行って、獅子がエボシを被るのを見ていてください。僕はカラス岩の向こうへ行って、カラスの頭の影がどこに刺すか見定めます。 明智の指図で、宮瀬氏と藤尾君と小林少年の三人は、烏星岩の方へ駆け出しました。明智はただ一人、カラス岩の向こうへ走っていきます。しばらくすると、烏星岩の前から、小林少年のかんだかい声が響きました。先生、今ですちょうど、獅子が烏シをかぶった形になりました。すると、カラス岩のずっと向こうから明智の声が答えました。よしそれじゃあみんな こっちへ来てくださーい三人が大急ぎで駆けつけますと、明智はカラス岩の頭の鍵を踏んで、ニコニコ笑いながら立っていました。さあ小林君、君のリュックサックから薪尺を出したまえ。今僕の立っているところから東へ30尺測るのだ。小林君が手早く薪尺を取り出しますと、 明智はその巻尺の端を靴で踏んで動かないようにして、それから時計の鎖についている磁石を見ながら、右手を上げて東の方角を指し示しました。小林君はその指の指し示す方角へ巻尺を伸ばして歩いていき、ちょうど三十尺、九点一メートルのところで立ち止まりました。ここが三十尺です。よし、それじゃあそこに動かないで立っているんだよ。 明智がそう言って橋を踏んでいた足をのけますと、小林くんは薪尺のハンドルを回して元のように巻きました。明智は大急ぎで小林くんの立っているところへ行き、また薪尺の橋を踏んで、今度は北の方角を差し示します。すると、小林くんは薪尺を伸ばしながら北へ北へと歩いて行きましたが、その辺もやはり凸凹になった岩ばかりの道で、それが急な境になって、谷のような窪地へ下っているのです。 ここがちょうど六十尺です。やがてその窪地の底から小林くんの声が聞こえてきました。何かあるかい明智が尋ねますと、ええ、妙なホラー穴みたいなものがあります。という答えです。そこで三人は急いで小林くんの立っているところへ行ってみましたが、いかにもその谷底のようになった一方の岩肌に大きなホラー穴の口が開いているのです。 アケチを先に立てて、一同がその洞穴の中へ入ってみますと、5メートル方で行き止まりになっていることが分かりました。浅い穴ですけれど、それでも奥の方はよーく火がささないので薄暗くなっていて、目が慣れるまでは何があるのかよく分かりませんでした。アケチはその洞穴の中をあちこちと調べましたが、やがて何か発見したらしく、あっ これ,これだ、これだ宮崎さん、岩の塔を見つけましたよと叫びました。みんなはハッとしていきなりそこへ駆け寄りました。ご覧なさいこの大きな岩が蓋のようになって、穴の奥へ行く道を塞いでいるんです。ちょっと見たのではわからないけれど、この岩はここへはめ込んであるのですよ確かに穴を隠すために岩で蓋をしたのです。暗号にある岩戸というのは、この岩のことに違いありません。なるほど そうらしいですね。するとこの岩の奥に深い穴が開いてるのでしょうか多分そうだと思います。一人ではとても動きませんが、みんなで力を合わせたら、この岩を取り除けることができるかもしれません。一つやってみようじゃありませんか。そこで、四人は力を合わせて、円や円やと、その大岩を揺り動かし始めました。十分ほどもかかって、やっと大岩を取り除けてみますと、案の定、 その奥に深い掘ら穴があることが分かりました。明智探偵はリュックサックから懐中電灯を取り出して穴の中を照らしてみましたが、人間一人やっと通れるほどの狭い穴がずっと奥の方まで続いていて、行き止まりを見届けることはできませんでした。恐ろしく深い穴ですよ。無論人間が掘った穴じゃない。岩の中の石灰分が溶けて自然にできた穴ですよ。それだけに、 奥がどんな風になっているか検討もつかないわけです。小林君、君のリュックサックにろうそくが入れてあったね。そいつを出して火をつけてくれたまえ。穴の中に悪いガスが溜まっているといけないから、ろうそくを先に立てて入ってみることにしよう。酸素が少なくなれば火が消えるわけだからね。血の底の深い穴を探検するときは必ずろうそくを持っているものだよ。明智は二人の少年のために説明しながら、 小林くんの火をつけたろうそくを受け取って、先に立って真っ暗な穴の中へ踏み込んでいきました。2番目には小林くんが先生から渡された懐中電灯を持って、その次に藤尾くん、一番後ろが宮瀬氏という順で、おずおず明智の後に続きました。穴はうねうねと曲がってだんだん下り坂になりながら、どこまでも続いていましたが、 やがて二十メートルほども進んだころ、道が二つに分かれているところへ出ました。明智は三人をそこへ待たせておいて、両方の穴の奥の方を調べて帰ってきましたが、困ったような顔をして宮瀬氏に言うのでした。このまま入っていくのは危険ですよ。この洞穴は枝道がいくつもあって迷路のようになっているんです。あまり奥へ進んで帰れなくなっては大変です。それに、もう火もくれるでしょうし、第一みんなお腹が空いてきたでしょう。 一度宿へ帰って、明日ゆっくり出直してくる方がいいでしょう。今度はお弁当なんかも十分用意してくるんですね。ええ、私もその方がいいと思います。それに、あの漁師のじいさんも海岸で待ちかねているでしょうからね。しかし私の先度は、実に用心深い隠し方をしたもんですね。岩の塔を開けばすぐにも金貝が手に入るのかと思ったら、まだその奥があるんですからね。しかもそれが、地の底の迷路というのでは、 これからが大変ですよ。宮瀬氏は先祖の用心深さに感じ入ったように言いました。そうでしょう。その頃にしても百万両に近い大金ですからね。ご先祖が用心の上にも用心なさったのも無理はありませんよ。明智は宝探しが難しくなったのをかえって喜ぶような面持ちで答えました。それからまた四人がかりで大岩を元のところへ戻して、穴の入り口がわからないようにしておいて、そのまま 島の船着き場へ引き返しましたが、漁師のじいさんはもうちゃんとそこに待ち構えて、無事に一堂を長島の町に送り続けました。さて、その明る朝です。四人は宿屋でぐっすり眠って非常な元気で目を覚ましました。今日こそいよいよ大金塊を手に入れることができるのかと思うと、宮瀬氏はもちろん、明智探偵も二人の少年も心が躍るような気持ちです。 土地の人の怖がる鬼ヶ島へ二日も続けて遊びに行くのを妙に疑われてはいけませんので、宿屋へはあの島の珍しい鉱物を見つけたからそれを採取に行くのだと言って、昨日の漁師のおじいさんを無理に頼んでもらって、午前九時ごろ長島町の海岸を出発しました。今日は握り飯だとか、パンだとか、うーんとお弁当を用意して、みんなのリュックサックに詰めてあるのです。血の底の迷路の中で道に迷って二日ぐらいは大丈夫。 お腹が空かないように、できるだけ食料品を仕入れたのです。それに、みんなの水筒には、お湯がいっぱい入っています。島に着きますと、夕方また迎えに来るようにと言って、じいさんを返し、4人は大急ぎで昨日の洞穴にたどり着きました。大岩を取りのけて、東京からリュックサックに入れて持ってきた長い細引きの端を、ホラーなの入り口の岩角にくくりつけ、 その細引きを伝って中へ入ることにしました。万一迷路に迷った時の用心です。昨日のように明智がろうそくを持って先に立ち、小林君と藤尾少年とは懐中電灯を照らし、宮瀬氏は登山用のピッケルを握りしめて、あたりに気を配り用心しながら、ホラー穴の中へ入っていきました。その時、四人がもう少し注意深く島全体を調べておけばよかったのです。 そうすれば、あんな恐ろしい目に合わなくて済んだかもしれません。でも、岩屋島は全く無人島かと思い込んでいたものですから、さすがの明智探偵もつい油断をして、そこまでは気がつかなかったのです。ご覧なさい。何も知らないで四人がほら穴へ入っていくのを、あのカラス岩の岩陰から、 そーっと覗いている奴があるではありませんか。背広の洋服を着て、ゲートルをつけて、鳥打ち棒をまぶかくかぶって顔を隠すようにして、じーっと洞穴の入り口を見つめています。無論この辺の人ではありません。都会から来た旅人です。その男は一体どこからこの島へ上陸したのでしょう。もし今朝、 長島町から島へ渡ったのだとすれば、狭い町のことですから、漁師のじいさんが知っているはずです。ところが、じいさんはそんな客があったということを一度も喋らなかったではありませんか。何にしても怪しい人物です。この島のどこかに人知れずそんな人物が住んでいたのでしょうか。それとも、もしかしたら土地の人が怖がっているあの鬼の魂とやらが、 人間の姿に化けて島を荒らしにやってきた四人のものに仇をしようとしているのではないでしょうか。四人の探検隊の行く手には何かしら恐ろしい運命が待ち受けているような気がします。血の底で大金塊を見つける前に思いもよらぬ大事件が起こるのではないでしょうか。続く。